入った。プチコア、あ、すし、なおち、今日はちょっと遅いよ。もう巻きも巻きですわ。9時の37分か ?37 分。ね。メイキン半券口切りの金曜日でございましてね。皆さんどうでしょう。無事にお勤め終えられましたでしょうか。そうでね。甘露も頑張って、金曜日終えて、参りましたで、つうとこでね。もう忘れた。でも、金曜日はね、どちらかというと、僕は一番ゆったりしてる、できる曜日でね、筋トレないでしょ、まず。んで、明日お休みと。んだから、そういうわけでもないんですが、今日はレオがね、遅かった。リージャン1時間ですよ。まあ、1時間弱、5分前か10分前ぐらいに、はい、あ、ちょ、回ってたかな、1時間、そやな、逆に5分ぐらい回ってたかもね、5分10分回ったかも。で、入って、で、レオ行って、1時間半ぐらいいましたよ、外に。大変やな、思ってね。昨日はさすがに腰に来てございましたけどね、今日は、まあ、ちょっと余裕もあって、寒かったけどね、風が強かってね、なんとか耐えましたけれどもね、今も納得の2人とも、これもんで寝てございますけどもね、まあ、とりあえず、今日のやるべきことはやったと。明日またほら、りーちゃんが、りーちゃん、レオがほら、出張のね、シャンプー来ていただくっつうとこでね、朝の買い出しも、ちょっと離れたとこだけ先にね 寄ってきたっつうとこで。だから明日楽勝。昼からね、1時ぐらいから多分、1時やったと思いますね。来ていただいてやっていただくんですが、じゃあ朝は比較的、ゆっくりと、近場周りで、買い出し行けるんじゃねえかっつうとこでね。そして、昼来ていただいて、明日メインはシャンプーでございますからね。今日はちょっとカラオケやろう思ってね、考えてはございましたが、急遽また、変えたとか変わったね。毎日ハッピーでございますけどね、山町は。今日はもう、さらにハッピーな気持ちでいっぱいでございますしね。だからこの、自己満しようかな思うてね。まあ、変えた。ね。そのあたりで。よろしくお願いします。他にべしゃりあったけどね。忘れた。明日はそれでしょ?日曜日が、日曜日はね、あれですわ。りーちゃんの、ほら、自転車この間、前のカゴに屋根つけましたね。屋根上げたでしょ?かさ上げしたでしょ?それを、失礼、窓つけようでね、窓置いて、こう、ビニールが、ナイロンが、この、傘の、まあ、カッパみたいな、雨よけですよね。それがこう、黒なんでね、横と後ろが。それをこう、窓つけて、くり抜いて、アクリル板いうか、プラ板みたいなやつを貼っつけて、ちょっとこう明るくして、外が見えるようにしようと思ってね。ちょっと日曜日、それにかけてみようかなと思ったりなんかしたりなんかしましてね。どういうのができるかわからないけど、また、ツイッター X か。ね。Facebook とか。あっちでまたね、報告できればなっつうとこでね、朝から、まあ、朝から10時ぐらいからね、日曜日はやろうかな。寒いらしいね、土日ね。皆さん、風邪、まあ、コロナ、インフルもそうかもわからないけど、気をつけていただきたいなっつうとこと、他に何かあったら、めちゃい、忘れた、言いたいことあってんけどな、言いたいことあってんけどな、言えって。
内緒ね。あとはやっぱりシャンプー、ほら薬用シャンプーも仕入れてきたからね、それ小分け処方までね、明日やっていただくときにね、それも出してね、それでやってもらわなあかんからいうことでね。リオとリーちゃんもやっぱり耳掃除とかね、爪切りとか、こう足バリカンとかね、やってもらえますやんか。羨ましいなのでね、僕も今度生まれ変われるんやったら犬でええかなみたいなね耳掃除とかだね、爪切りとかね、肛門腺絞りとか言って、それは勘弁してくださいとかね、言ったりなんかしたりなんかしたりね、バリカンでね、お尻のとこカットしたり、この手滑るでしょ、毛生えてきて、ここ滑り止めをかこうカットしてもらったりね、誰に尽くせるとこまでございましたね。だって終わったらもうサラサラですもん、はっきり言うけど。次は犬でええかな思ってね。しかもちょっとまあどちらかというとこんな顔やから、やっぱり可愛い系のやつやろな、チワワとかね。どちらかというと毛のバーッとしたやつありますやんか、マルチーズみたいなやつ、ああいうあっち系かな。何ドーベルマン、やっぱり可愛い系のやつやけれども、グラサンはかけてくださいよっていうね、それはお願いしますよところでね。そうすれば分かれへんが誰か、ね、ただ可愛いだけやったからな。よろしくお願いします。他にベチャリやったけど忘れた、何分、あ7分になる。今日ちょっとゆったりするから、どうしてもこうベチャリも長くなるということでね、よろしくお願いします。行こう、よろしくお願いします。感謝を込めてマイク入れて、ほんまはトゥルーラブやってるね、今日カラオケで明日しましょうか。君の胸の痛みが僕にわかるといいね、無理に笑顔で別れた涙色の悲しこさでくれてく街並みの中、かけてく白姿を引き止められもしないで、幸せがまた一つ消えた、もう少しこの僕に大きな心があればただそれでいいんだ、僕らが
どり着いた悲しい交差点、信号が変わったわ、やっぱり人混みの中へ消えてゆくんだね。早いね、あしょ、ちょ、ここまで。ね、まあ、そのあたりでね、ここまでやけど、あっこまでもそれあるんやなかろうかっつうところでね、今日は何せほら、ハッピーだからさ、ね、どうしてもほら、やっとこかなとか、やっとこかなとか、ね、明日の朝に置いとこかなとか、ありやん、そのあたりね、行こう。どれはどこなのかな。幸せが何であるのかさえわからなくなってしまいました。僕が何であるのかさえ君の中で壊れてしまってるよね。ずっと一緒にいようと約束したのに君の孤独を埋められず、一生懸命大切な思い出だけを僕は伝えようとした。好きでどうしようもないほどそばにそばに君のそばにずっといたい。まだ間に合うかもしれないさ、今すぐ君の手を引いて本当の自分を取り戻さなければ後悔なんてしたくないから、ほら君の心に笑顔が少しでも残っているなら、もう一度僕の胸に飛び込んでおいで、もう二度と
花さないから好きで好きで好きでどうしようもないないほどそばにそばにそばに君のそばにずっといたい好きで好きで好きでどうしようもないほどそばにそばにそばに君をそばにずっといたい。おいしょ。おい。じゃあここまで。大サービス。よし。また明日。元気にハッピーにお会いいたしましょうね。よろしく。バイバイ。おやすみ。いい夢見てね。レオで。レオで。こっち来い。レオ。来て。レオ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 。おいで。こんな。うん、そこ俺。もう来んな。おいなるけど。バイバイ。夢見てよ。夢で会いましょうね。よろしく。ログロール。